前田氏です。今日はですね、スニーカーコンにやってきました。スニーカーコン大阪ですね。インテックス大阪にやってきたんですけども、今日僕とエレオンデザイナーのアツシと、あと僕の前面、トキオと、あと、僕の彼女のサヤちゃんと4人でやってきまして、このスニーカーコンの模様を皆さんにお届けしたいなと思ってますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい。やってまいりましたスニーカーコンでーす。こんな感じでインテックス大阪でやってるんですけども、結構会場は広いですね。いろんな方がいらっしゃいますけども、スニーカーをなんかおしゃれなスニーカー履いてる人とかがいれば、そういう人もとっ捕まえてね、動画の方撮っていきたいと思います。何が当たんのこれ。何やってた今。何やってた今。なんか eBay とのコラボのスニーカーが当たるらしい。はい、ということでスニーカーコーン中入ってきたんですけども、人めちゃめちゃ多いですね。めちゃめちゃ人が多くてごった返してて、どこに何のブースがあるかは分かんないんですけども、とりあえず、まあ、おしゃれなスニーカー履いてる人とかがいれば、まあ、そのスニーカーの詳細聞いたりとかっていうので、なんかちょっとこうファッションチェックじゃないけどスニーカーチェックとかもやっていこうと思うんで、引き続きご覧ください。はい、ということでスニーカーチェックというかファッションチェック一人目なんですけども、うちで発売したことのあるナズの T シャツを着てらっしゃる方がいらっしゃったんで捕まえさせていただきました。すいません急にこのネックレス、ちなみにどこで買ったんですか。これもうちのやつかな。プラグのやつ。あ、プラグのやつ。あ、あれなんです。一応僕プラグのオーナーもやってるんでプラグのオーナー兼ラップメイドもやってるんで、ちょっと捕まえさせてもらったんですけど、まあバッチリ、じゃあうちのトップスとネックレス使ってくださってる方なんですけど、ちょっとスニーカー見させていただいてて、スニーカー今履いてらっしゃるやつって何のスニーカーですか。トラビス。あ、トラビスね。のリバースモーカーです、ね、これは普通にプロパで買えたかな。これはね、スニーカーくじで当たって、はいはいはい、スニーカーくじで当たって、はい、あ、買えたりする。でも2万ぐらいです。2万ぐらい、ほぼ定価で買えた。そうっす、激アツっすね、はい、あ、ちょっとあめちゃめちゃ撮影中やわもうほぼほぼ定価で買えたみたいで、このスニーカー。いや、これは熱いっすね。熱いっす、だいぶ熱いっすね。あと、あのラップメイドなんですけど、これからまた新作出てくるんで、またラップメイドのチェックの方もお願いします。あと僕プラグのオーナーなんで、まあたびたびですけどプラグの新作もどんどん出るんで、またお願いします。 YouTube が早ければ明日ぐらい上がるんで、またチェックしてください。ありがとうございます。何これ、販売してるんですかこれ。全部販売してます。あ、販売してるんや、はい、へえ。めちゃバスケしてるわ。あ、バスケしてる。うん。何あれ、フィギュアですか。フィギュアみたいな。フィギュアが。バスケしてるフィギュア。バスケしてるフィギュアとかも売ってるみたいです、ね。めっちゃ臨場感。臨場感ある。いろんなスニーカーありますね。あ、何お気に入りですかそれ。気に入りました。え？ちょっと気に入りました。かわいい。確かに女の子にもぴったりかもね。安い。あ、安いな。1万2000。あ、案外これぐらいで売ってたりするね。24センチだって。24センチ。ぴったり。これサイズ何本ですか。ちっちゃいな。交渉してます。これめちゃくちゃかっこいい。かっこいいな。それで何本ぐらい。20万。20万。結構いい値段するスニーカーも普通に売ってるみたいです。なんかちょっとこうフリーマーケットに近いような形で、いろいろスニーカーから衣類品まで売られてるという。ほんまにちょっと人がごった返してるんで、なかなか綺麗に撮れてるかわかんないですけど、スニーカーコンこういう状況です。これもブースとして出してるのかちょっとわかんないですけど、こういう風景で出てますね。ディオールのスニーカーも売ってますね。ディオールナイキ120万。はい。え？はい。ハイカット230万だって。ハイカット230万。ローマだ。だいぶいい値段しますね。これぐらいの価格帯で今は。なんで値段違うんだろう。なんかここはステージなんですけども、トークショーがあったりとか、結構いろんなイベントが開かれてるステージみたいですね。バスケだ。バスケのステージもありますね。
これはなんなんやろ、なんか決めたら割引券もらえる的な感じ。なんかこれは入った回数に応じていろいろもらえるみたいですね。1回入ったら袋がもらえて、2回入ったら3回入ったらみたいな形ということです。何がもらえるかのかはちょっとわかんないです。今からこれ4人でやりたいと思います。まあなんか入ったらもらえるみたいなんでね、何かがちょっとやってみましょうか。あ、1個も入らんかったらもらわれへん系なんや。あ、何ももらわれへんねや、1個も入れんかったら。じゃあまずちょっと時男さんからの、お、あ、あ私であれカメラを向けてるから、あ、袋はもらえんねや。あります。じゃあ次ちょっと熱していく。次さえちゃん、さえちゃん行ってみます。おお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 あっおおおおおありがとうございます。袋いただきました。これ何が当たったのか。テープがさ、あ、テープがすごいね。組み立て、組み立て式のシューズボックスみたいですね、入ってたのが。あの黒い箱だ、あの、あそこにある黒い箱が当たったみたいです。昨日うちのクラブでスニーカーのポップアップしてくれてたケビンさんもいらっしゃいました。なんかいろんなところでトレードしたみたいですね、スニーカーを。結構このスニーカーコン自体がスニーカーのトレードも行えるみたいなんで。ところどころにこういう感じのブースがありますね。このブースがすごい人気なんですけど、結構レアなスニーカー。T シャツのプリントのブースもあったみたいです。ちっちゃい。靴として機能してるってすごいよね、あのサイズで。うん、あ、これもちゃんとキッズのスニーカーとして。じゃない？ちっちゃ。ちっちゃー。なんし人が大量にいると。でまたいろんなブースがありますね。これスニーカーの紐のブースですか、ここは。なんかステージの方がすごい盛り上がってるということでちょっと行ってきます。なんか今ストレンジャーシングスに出てるこれ誰って、ジェイボーボール。この人が今いらっしゃるということで、この方ですね。フォロワー530万人。ハシーさん横にいてくれたら俺そのまま通訳する。あ、マジ。ちょっとセッションしてみましょうか。Nice to meet you. My name is Hashi. Okay. はい。なんかのイベントできたんですか、ここには。Oh, yeah, なんかのきっかけで。What made you like bring to like you know Japan? Man, I just really love attending the sneaker con and really? just being a part of the sneaker community and just really promoting my new product that's coming out, man. I'm really excited about that. Oh, fire! Yeah. I've been watching a few photos and shit. You got Cactus Jack and shit. Oh yeah. Got a little drip on. Yeah. So like you know. Yeah.Just explain your like drip and like you know what's your favorite color and like favorite sneakers and shit. Yeah. Okay. So I got the reverse mochas on my feet. I got the Louis Vuitton shorts on. I got the Cactus Jack jersey, one of one. It has my name on it. Oh shit. You know. That's fine. And then yeah, man, it's just like I really like natural colors a lot. Yeah. You know, yeah. It's just super clean. Yeah. Probably the Tiffany SB Dunk is one of my favorites. Oh. God. Yeah. That's a classic. You know, yeah. Something I definitely want to have. Fine. 何日か滞在するかとか聞くよ。あ、そうやね。How long you gonna be here? Like in Osaka?
I'm leaving Osaka tomorrow, but I'm gonna explore a little more Japan. That's fire, man. Yeah, I'm having my pop-up at his shop. Man. He got a shop in Osaka, and I've been selling like, yeah, my merch, like my tracker hats. It's worn by Tripled and like, you know, little baby, these people. So like, you know, I wanna get you one and shit too. Yeah, man, I appreciate that. Yeah, and like those are my sample shit too. So, those are fire. Yeah, I gotta put your shit. Yeah. ちょっと長くなっちゃうとあれなんで、この辺で終わりましょうか。Okay, bet. Thank you very much. Yeah, thank you.